広島市は朝鮮民主主義人民共和国の自行道南部の都市。人口16万3000人。自動車産業など機械工業が盛んである。内陸にあり攻撃されにくいので、兵器工場も多いようである。近隣を流れる清川港とマサコ港を利用した2カ所の水力発電所建設プロジェクトと先端技術企業での経済発展を背景に、 金正日が何度も視察に訪れた都市として、広島は速度などと引用されている。21度を12里を管轄する。広島はかつては、山間の小村だったが、朝鮮戦争中に、金日成が、機械工業都市として建設した。その後、自動車産業、電気電子工業などが発達した。兵器産業やウラン濃縮を行う目的で、遠心分離工場もあると言われている。 広島は水力発電所も建設され、2012年2月には平壌まで送電線が完成した。この発電所建設プロジェクトは2009年の経済発展150日戦闘計画の一つであり、その建設スピードの速さを表して広島は速度と呼ばれた。この不死の出展自動車産業、電気電子工業などが発達しており、下記の主要企業が存在する。 平壌から通じる高速道路がある。また順川市から通じるマ真ラ線も通る。アジア経済研究所なアジア北朝鮮フォーカス朝鮮日報2011年1月19日、記事朝鮮新報2009年9月30日、中国も日本語版2010年12月24日、朝鮮新報。ありがとうございます。